リリーン。ちょっとこの猫ちゃん見てよ。ねえ、チャミちゃん。チャミちゃん見て。成人式のね、女性、もう、ぼわぼわっとした。それ見てほしかっただけなんですけど、今からね、また例によって、体重計で、体重測りたいと思います。はい、ファイラー、マスサプリ HMB を飲み続けて、30日きっかり目の体重でございます。例のごとくジーパン履いてカメラキャノンイオスキスとゴリラポットをつけた重たいものを持っておりますよ。はい、見てみましょう。何これ、バグったっていうぐらいの数字でしたね。今の 88.8kg でした。さあ実際どういうことかということですね。太っとるじゃないかと、初日に比べて。もう分かりました。もうカメラを持ってゴリラポットつけてジーパン履いてるからいかんね。もう分かった。私ね、これファイラ始める前は87キロでしたよ。87キロだった私。同じ条件で乗らないとダメですねということですね。さあさあさあ、何キロ何のか行きましょう。おれ、はい、体重 86.4 と。でもうちょっと知りたい数字はこうするのかな。 BMI が 29.5、 25ぐらいがいいそうですね、男の人は。で、はい、体脂肪率が 28.2% でまだ最大ですね。これ筋肉量は相変わらず多いと。内臓脂肪レベルは過剰ですよ。基礎代謝が1758、まだまだ低いですよと。この基礎代謝をこれから上げていくんですね。体年齢をこれから若くしていくんですね、はい、どんどん落としていきましょうということでございます。はい、これが実際のほぼ全裸のつっちゃの体重でございました。じゃあまあファイラーを飲んで太るかというと、総合的に見て筋肉が増えているのに体重はほぼ変わっていないか、ちょっと減ってるぐらい。さあこれはいい調子なんじゃないかなという1ヶ月目でございました。はい、こちらのファイラーのね、会社はブラッシュさんって言って、そちらにね、もし6ヶ月継続で続けられる方はそちらのログインを、パソコンか、携帯でも多分できますのでログインをした方がいいと存じます。で、私実はこのブラッシュさんに電話をかけたんですね。0800から始まる電話番号で、電話かけた。そしたらなんと繋がりました。はい、ちょっとコメントに電話がなかなか繋がらない場合がありますとも聞いていますよと注意を書いてくださった方がいたんで心配だったんですけども、電話つながりました。で、親切に、いろいろ教えてくださいました。で、まず私がなぜ電話したかっていうと、30日分なら10日前ぐらいに来ていいんじゃないかという気持ちで電話したんですけども、ブラッシュさんが言うには30日きっかりあなたの家のポストに投函しますと、はい、そう言われました。なぜ私の体重は増えていきましたね。最初10日、20日、20日の頃なんかもうすごい増えてましたね。でも私はそこで焦らなかったんですね。筋トレをやたら続けました。やたらといっても1週間に3回ぐらい、ちょっときつめの筋トレをやってまいりましたが、はい、焦らない。なぜ焦らないか、こちらのねファイラマッスルサプリ HMV の効果がもうもはや分かったからですね。もう燃焼ですね。ボッポッポッポッと燃焼してくる。私は朝仕事へ行く前に飲むんですけども、仕事中も燃焼モードになってもう仕方ないんですね、はい、それで代謝が多分ガッと上がっていると思いますので、その時のカロリーの減りが素晴らしいだと感じております。で、筋肉をつけたい、そういう方におすすめのサプリなんですね。はい、電話で伺いました。筋肉をグッと見せたい、つけたい、そ
そういう方におすすめのサプリ。体重が例えば100キロあって、これさえ飲んでさえいれば痩せるんだと思ったら、そちらは大間違いだそうです。ただ飲んでいると栄養になるだけで余計太りますよということでした。まあそういう歌い文句でもあったような気もしたんですが、私も広告を見た時はただ飲むだけでも痩せるよっていう、それはね、多分おそらく HMB という、物質を使った実験についてですね。その場合だと、ただ飲むだけだったチームと、運動をひたすら1ヶ月やったチームと、ただ飲むだけだったチームの方が痩せたと、そういう内容でしたけど、ファイラーにはね、他にも立派な体を作るための栄養素が含まれておりますので、これをただ飲むだけでは逆に太ってしまいますよと、はい、ファイラーの方もおっしゃいました。筋肉をつけたい方におすすめということです。ファイラーマッスルサプリですので、筋肉をつけたい方におすすめでございます。ジムなどへ行って重いウェイトをかけて筋トレすれば、すごくもっこりとした立派な筋肉が出来上がるんですよ、はい、また軽い負荷でジョギングや、ウォーキング、その他、踏み台運動など、私がやっている踏み台運動なども、される方は、基礎代謝が上がって、それでが元で痩せていくことができますよと、はい、いうご説明も受けました。はい、30日飲んで分かったのは、これはおそらく体重が変わらないのに筋肉は増えている。これはどういうことか。おそらく脂肪が減っているんでしょう。きっと体の大革命が起こっていると私は存じます。飲むと自然と運動したくなってしまうので、ついつい筋トレ、はい、最近申し上げましたが、立派な筋肉にしてみせたいと存じます。じゃあ今日も脱いでみるぜ。ちっちゃが脱ぐとどうなるか、30日目のつっちゃの体を見せてやるぜ。30日目のつっちゃの体はこれだ。うん、もり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 していませんか。まあね、これ寄せてあげてるわけじゃないんですけど、大胸筋が発達してまいりましたね。でなぜか今ね、この乳首が見えちゃいけないって言うんですよね。エガちゃんも気にしてる、乳首が見えちゃいけないっていう、ね、見えてませんよね、はい、見えちゃいけない。ほらね、もりもりとしてきましたでしょ。もりもりでしょ。はい、腕もご覧くださいね、うん、ね、やっぱり見せかけだけじゃなくて、本当に重いものがクッと持ち上がるようになりましたね。なかなかつかなかった左手にも力こぶがつくようになりました。で、背中がダルダルでしたよって言われましたが、いかがですかね。ちょっと後で自分で見てみたいと思いましたが、背中ちょっとはなんかついてますかね。ちょっとどういうポーズ取ればいいのか分かんないですけど、はい、お腹の筋肉はこんな感じですね。ぐーっとへこますとこんな感じに、まあ内側にはついておりますと、ね、なんか割れてるんじゃないですかね、ちょこっとね。6ヶ月、ファイラ続けるぜ。筋肉をつけたい人のためのものである。または基礎代謝を上げて、それで余分な脂肪をどんどん燃焼していこうっていう人のためのものである。ただ飲んでいれば痩せる夢のような薬はまだ本当はないのかもしれません。じゃあ、こちらのファイラマッスルサプリ HMB、30日経ったということで、次の便が、まあ、また明日来ることでしょう、はい、そしたらまた飲み続けて、私のこの変化、体の変化が気になる方はぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願い申し上げます。ポチッとしてください。ポチッとするだけであなたはためになると思います。はい、私の動画を、私のチャンネルをぜひポチッとしてくださいね。どうかチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。それから動画作りの励みになりますので、コメントをくださると嬉しいです。はい、何でも動画人つっちゃ、今日はファイラーマッスルサプリ HMB 30日続けてみたぜ、こんな体になったぜっていう動画でした。どうもご視聴ありがとうございます。
次の15日後ぐらいにお会いしましょう。ありがとうございます。またねー。のす。のす。